あ、あ、あ、テステス。えー、っと、皆さん、こんにちは。今日も、えー、ニュース読んでいこうと思います。はい。えー、シャトレーゼ、秋におすすめ、マニアがおすす、選ぶ、おすすめスイーツ3選。シャトレーゼ、至る所にありますからね。おすすめ、今何でしょうね。栗、栗のモンブラン、好きですけど。さつまいものモンブランはちょっと苦手、苦手ってわけじゃないですけど。次はえー、結婚式二次会におすすめ、貸し切り会場10選。 オズモールあこれも知っておくといいですよね CBC テレビおすすめ料理はアヒージョアヒージョね美味しいですよねオリーブオイルに使ってるやつイベント2024年イルミネーションスカイツリータウンがクリスマスイベントを開催スカイツリー登ったことありますかないんですよね誰か登ってくれませんかね ああ、これまたちょっと、ファンが回り始めちゃって、ちょっとまたい、いつものように、ちょっとファンを変えますんで、ちょっと待ってください。待たなくてもいいです。別の iPad で開きますんで、本当お待たせして申し訳ないんですけど、はい。えーっと、Gmail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 、戻れない。Gmail と。 すみませんね、本当。いや、このたるいのはさすがにね、あのリスナーさんが離れてしまう理由ですよね、本当、ごめんなさいね。じゃあ、あれで開きましたので、こっちを。はい、パソコンを。この Mac がね、こんなに風が、ハイスペックなんですけど、Mac がこんなに風が出るとは思いませんでしたね。はい、次行きます。 えー、新井、新井浜、新井浜かな新井浜太鼓祭り、愛媛県。新蕎麦求め行列、北国新聞。4種類を食べ比べ、富山県。新蕎麦祭り in 戸賀が26日、キャンプ、28日ですよ、今日。2日前のニュースじゃないですか。次いきます。えー、配信、えー、衆院選のことですね。あとは、 ブンブンジャー始まりの物語何でしょうブンブンジャーえー、っと有田焼とかありますが映画えー、っとなくとおじゃなくて熱海で海や温泉と一緒に巡る熱海ジャイアント芸術の秋満喫宇野アート祭り えー、本の引き出し落書きや鼻歌でも OK 自らを健康に保つアートの効用とはアートの、えー、建築えなんか iPad が動かなくなったあ動いた、えー、建築コストは半分建築基準法準拠の軽量,計計量傾向アーチシェル建築 ForbesJapan はいえー、難,しい難しいですね。はい、東海高校野球・東海大相模は選抜,、えー、選抜絶望山梨学院に延長10回さよなら負け9回の反撃も及ばず秋季関東大会ですか次大垣日大が優勝14年ぶり3回目高校野球秋季大会秋季か東海大会。 そうですよえっとそれからそこそこ健康な89歳共同生活を選んだ深い理由老人ホームやシェアハウスとも違う次の住みか東洋経済オンライン共同生活これ新しい生き方これから流行りそうですね毎日新聞ニュースの窓健康食事や 運動に気配り,りが大切。人生100年、伸びる寿命、毎日新聞。永山悦子、毎日新聞。論説委員長の記事ですかね。えー、糖尿病もなく、ま、招く糖質依存マルマルドド、マイルドドラック、糖質依存から抜け出す方法。これは結構ポイントじゃないですか。はい。これちょっと開いておきます。最後ね、必ず読みます。 愛知県は、まあ、選挙の方ですね。ミュージック。えー、っと、面白そうなのあるかな特にないかな新宿2丁目白い部屋。56年守ってきた、こんちママに松本まりが共感。自分の生きられる場所が点々点々。なんでしょうね。開催。 開催開催ファクトが復活ファクト秋の城下町を駆け抜ける金沢マラソン開催10回目の節目行ってきたお祓いに行ってきたえー薄い玲香が9位タイに浮上プロゴルフえー、鹿児島市グレートサツマニアンスヘスヘス わかんない,かんないすいませんさつまいものイベントかなそれから新店続々とオープンの中のえ渦にえよヨドヨ伏見区伏見桃山えこれどこでしょうねナッツバタードリンク専門店ザ・シードいやータ,ピタピオカの後はナッツバタードリンクだそうですよいやアレルギーのない人 いいですね。僕アレルギーないですけど。ピーナッツバターね。いいのか悪いのか。ちょっとさっきの糖尿病の記事が気になりますけど。理由は超個人的。ファッションから日用品までスタイリストが愛用するもの。はい。レスポートサック、グロウニーやユニクロマリメッコ、再びなど。えユニクロドマリメッコはまた始まったんですかえ、これちょっと、いつからですかね。もうやってんのかな。新宿店に行ったらあるかな。 えー、50代、気温20度の10月後半は何を着るベストの秋ファッション7000これもちょっと見たいですねお出かけない、えー、渋谷ハロウィン近しですねえ薬屋の独り言渋谷でカフェおしゃれなメニューとグッズアニメージプラス薬屋の独り言僕も見,見ましたね全部じゃないけどなかなか絵が綺麗ですよねはいそれでは ピッックアップしたのやつありますそこそこ健康な89歳共同生活を選んだ深い理由このニュースは東洋経済オンラインですね80歳で見つけた次の住みかえー、っと何にどういう記事でしょうね神奈川県川崎市にあるグループリビンググループリビングおでんせ中之島以下おでんせおでんせ オーデンセってデンマークに街がありますけどいやなんかなんか写真があるけどかなりメルヘンな、ね、ゲストハウスガストハフガストホフみたいな感じですねはいでは次 CBC テレビのニュースですねこれが気になりますねマイルドラック健康カプセル元気の時間というのが記事になったみたいですけれどもどうしたらいいのかというポイントはお腹が空いてないのに糖質を取る空腹でないのに糖質を取る 食事をして上がった血糖値がその後下がると脳は怪が状態になったと勘違いしますそのため少し前に食べたばかりでも小腹が空いたと感じ惑に負け誘惑に負けやすくなってしまうのですストレスの発散のために食べるとストレスを感じるとノルアドレナリンというホルモンが分泌される過剰に分泌されると不安感や倦怠感を引き落とすものだとか で、それイライラ発散のために甘いものを食べてしまう人もいると。甘いものもか塩辛いものも好き、えー。塩味にもやみつきになる依,依存症があるそうです。塩味に白米など甘みが加わるとさらに塩味が欲しくなり、そしてまだ甘みが欲しくなるという依存の例ー <laughs> ポテチとチョコみたいな感じですね。よくないですね、えー。近くに糖質が置いてある。必ず買い物で糖質を買う。じゃあ、どうしますかこれちょっと皆さんも経験があるんじゃないでしょうかね。はい、先生がおすすめ。 抜け出す5分ルール本当だったら食べなくてもよいのに口寂しさから食べてしまうのは偽の食欲だそうです5分間にえーえー、っとね偽の食欲を紛らわせるのに5分が必要だと言われているそうです食後や小腹がすいた時の5分間に先生一押しの行動が歯を磨くこと歯磨きをすると咀嚼しているのと同様に満腹中枢が刺激されるどうですか 皆さんもやってみたらいかがでしょうか僕もやってみましょうかなえ。セルフハグ、えー。セルフハグをすると幸せホルモンと呼ばれるオキシトシン。いや、ちょっと自分でもやってよう。ああ、幸せセルフ。セルフハグ。オキシトシンが分泌されると。で、ストレスホルモンを抑制し、ストレスの緩和や食欲を抑える効果が期待できるそうです。10秒20分。セルフハグのやり方。あまり読むとこの記事の人に失礼なんで。 えっと。なんか、手をなんか、手でなんかこう、圧をかけながら触るそうですね。まあ、そんな感じで健康カプセルっていうテレビやってるんですね。はい。では、えっと、ファッションニュースですね。レスポールサックとグロ、あ、ちょっと待って、グロ、グロ、グロウニー。いやー今日はあの、 買いましたけどね、洋服買いに行きましたけれども、ザ、え、ラ、ー、はナヌーシュカとのコラボアイテムを発表する。いいですね。えー、まあ、ネットフリックスとコラボみたいなあるみたいですけど、バニー、ガニーとバブアのコラボアイテム。ガニーとバブア。えー、震災橋パルコでポップアップをオープン。バブアとの三段コラボアイテム。 緑の字が書いてありますねえー、っとスリープウェアデンマークテクラオーラリーだそうですよじゃあ次のニュースいきましょう50代気温20度10月後半は何を着るベストな秋ファッションという書いてありましてリラックシ,ーなリラクシーなビッグシルエットのカーディガンと同素材のフレアスカートのセットアップ ですねツイードジャケットツイードジャケットあのシャネルみたいなジャケットですねあとはチュールスカートチュールスカートはなんかちょっとひらひらっぽい感じですかね2ページ目も見ちゃおっとはい滑らかで上質なウールが混ざったカットソー素材を立体感あるドルマンスリーブにしたドルマンスリーブ カジュアル見えしない長袖トップスにシルエットの美しいボリュームのあるスカートを合わせてドレッシーにと書いてますねどんなおしゃれがいいのかな僕はデニムはなしだと思うんですけれども、えー、クルーネックビッグスウェットまあちょっとこの人きなりっぽいの着てますけどはい今日僕は明るい白じゃないけどグレーの明るいグレーの 前,が開前開きのパーカーを買いましたけどね。うん。ちょっとあの、暑いやつです。あの、なんだっけ、ヘビーウェイトのやつですね。うん。えー、今日こんな感じですね。ニュースありがとうございました。ちょっとあのゆ、夜に読むっていうちょっと不思議なニュースになってしまいましたけれども、まあ、明日の朝、読んで、聞いていただける方がいらっしゃったら嬉しいです。では皆さん、良い一日を、良い。 夕べを。そしておやすみなさい。おはようございます。ではでは、失礼します。また明日。